Good morning, everyone. 松浦です。朝の4時です。朝の4時に広島来てます。今日行くとこは超濃厚煮干しラーメン、春晴れさんです。朝の4時に取材を受けてくれてありがとうございます。そんな感じで、もう早速朝から煮干しラーメン食ってみたいと思います。晴れさん着きましたよ。気持ちが足りてない。朝のグッモーニングの気持ちが足りてない。ポンとこっちポンとこっちワクワチー。はい、今日今からビビりますよ。僕朝の4時で3杯一気に行きます。これこれこれ全部食います。煮干しラーメン、濃厚煮干し鶏白湯ラーメン、濃厚煮干しつけ麺、1、2、3、3つ全部食います。続いて濃厚煮干し鶏白湯ラーメンいただきます。煮上げです。いただきます。It's made up, baby, it's made up.
杯目いきます。濃厚煮干しつけ麺食べます。いただきます。いただきます。本当に一杯目のあっさりラーメン、一杯目のあっさりラーメンは本当に飲んだ後に食べる一杯にベストかなって。次の濃厚鶏白湯煮干しラーメンあったよね。あれは本当鶏と煮干しのコラボレーション、もう超濃厚、僕すごい好きですね。うん、で麺も固めに分かれてちょっと細めなんですけど、それがまたすっごいすくい上げてくれるんですよ、スープを。この一体感で、チャーシューは炙ってあってまあ美味しいっす。で、そしてメンマが絶品、大絶品、細先メンマ、まああのメンマ僕好きなんですよ、めっちゃうまいっすね。で、次のつけ麺を食べらせてもらったんですけど、つけ麺超濃厚、超煮干し、超鶏パイタンみたいな、もうめっちゃうまいっす。であのきっちり冷やされて、麺もあのもちっとした食感がね、たまらないですね。うん、まあ美味しいですね、絶品ですね。はるはるさんは流れ川に遊びに来た際ははるはるさん必ずチェックです。ありがとうございました。 Hey, now, looking to my